新布石。新布石は、1933年、昭和8年に、五世元と北に実が発表した、中央、速度を重視する新しい囲碁の布石のスタイル。それまでの小目を中心としたくらいの低い布石に対し、星、三々で隅を一手で済ませて辺や中央への展開速度を重視し、中央に雄大な模様を構築することを主眼とする。その斬新なスタイルと、 これを駆使した、くれ、北にの活躍により、社会現象とも言えるブームを巻き起こした。1931年、昭和6年頃から白番での旧来の古木城石の、変への展開の遅さに、もどかしさを感じていた、五青年は33、生を試していた。昭和8年、北に稔との十番後で、五は黒番で当時では珍しいタスキ星を打ち、 北にもはっきりと住みより、中央の勢力を重視した打ち方をした。1933年夏、10番後第5局の途中に北にが五を秘書を兼ねて温泉に保養に行こうと誘い、二人で北に夫人の実家のある長野県の地獄谷温泉に出かけた。二日目か三日目の朝、五が北にの部屋に行くと北にが、布石と定石の統合という本の口実執筆をライターにしていた。 興味を覚えた後はそばに座って、講義を聞いた。話の中身は中央を中心とした、布石の考え方についてであり、はじめは納得できなかった、後だが次第に理解していった。その後一週間の滞在で議論を重ね新布石の構想を練っていった。次に、北に二十四歳、呉れ九歳であった。同年秋の大手愛において二人は、この斬新なスタイルを駆使し、後が一等。 北にが二刀という好成績を収めて、話題を集めた。十月には五が、本因坊秀才名人に対し三々、聖、天元の大胆な布石で勝負を見、満天下の注目を集めた、秀祭白番に目称。新布石が、世間一般にも広がったのは安永が書いた、以後の革命新布石法が世に出てからである。地獄谷へ行った年の大晦日。 五が、西恩寺先生のお宅からの帰りに、北谷さんの家によると、日本委員の編集長をしている安永が来ていた。安永は二人に新奇跡について、しきりに議論を持ちかけた。呉と北谷がそれについて、意見を述べ合い、果ては五番を囲み、石を並べ、議論はいつまでも果てることがなかった。夢中になって、議論をしているうちに徹夜になり、いつしか夜も、はくはくと明けて、 正月の朝が来てしまった。北にの新布石の考え方は一言では、説明するのは難しいが、墨の地よりも中央に向かう勢力を大切にするということで、三連星は新布石の代表的なものの一つである。安永が書いた、以後の革命新布石法が出版されたのはそれから間もなくのことである。この本は、北に実る、合制限。 安永一の三人の協調となっているが、北にと暮れの意見を安永がまとめ見事に理論付けしたもので、安永は原稿の執筆から販売まで一ヶ月で仕上げたと言って自慢をしていた。新不石法はアマチュアの間で大歓迎を受けた。1934年には発売あたりに本を買いに来た人の行列が、 発行者の平凡者の社屋を二重三重に取り巻いたという。当時で十万部売れたそうで、この時代に五の本がこれだけ売れたのは超ベストセラーであった。とにかく新布石は大変な人気となり、呉れと北にの対局で北にの打った新布石が号外として街頭で配られたこともある。この時北には黒一と黒三を五の五に打った。こののは大高めとか、 超高めという風うに呼ばれた。煩わしい定石に縛られなくとも良い新布石はアマチュアの間で歓迎された。ともかく新布石が打ち出されたことにより、旧来の古木定石に縛られていた布石が解放されて、布石に対する考え方が自由になり、万丈の世界が広がった。新布石は、しばらくの間、北にと五が大いに打ち、勝率も良かったので大いに人気を煽った。 そのため他の騎士も二人に習って宇宙流を打ち、盤上では華々しい空中戦が繰り広げられた。しかし新布石が旧来の布石より必ず優れているから勝つわけではない。要は、打つ人の気力に負うものであった。この年の春季大手合いでは、久保松勝喜よら関西の騎士が一斉に第一着を天元に打つなど、専門騎士の間にも波及し始めた。 これに対し権威者であった本因坊秀才は否定的な見解を示し、一門の弟子たちは旧来の布石を守って新布石に戦いを挑んだ。この後、田中藤原が七の七、五の十の四連打といったウルトラ新布石を試みるなど暴走とも言える展開を見せたが、1936年頃には北にも地を重視するスタイルに変化し、 ブームとしての新布石は終わりを告げた。以後は終局において、被害の地域の代償を比較して、勝敗を定めるものである関係上、第一に考えねばならぬことは、いかにすれば、最も有効に地域を占めうるかということでなければ、ならない。有効ということは、相手が一手ずつ打つのだから、手数が最も少ないということに期する。墨のが有利であるとするならば、 いかなる方法で締めるか。この方法は現在までは周知のごとく、締まりの形式が取られている。その他に、正、三三等を挙げることができるがこれは、比較的少ない。三三は隅を一手で打って、その一手により隅を最も確実に独占する着手で、ありながら、なぜ用いられなかったのか。一体隅の戦線ということには、単に隅を打つだけの意味ではなく、 根底的に隅を囲むということが入っている。この検知から、三々は隅を打ってはいるが、囲むべき隅を自ら消してるわけで、これが従来三々の選ばれなかった理由である。この理由から必然的に考えられることは、隅を一手で打ち切らずに、二手で打とうということである。星も三々と同じく隅に対して偏ってなく一手で打ち切っているため、隅を囲むことに主眼を置いていた時代には、 同様あまり多く用いられなかった。一手で打ち切るということは、必然的に、墨のみに関して、後続手段の少ないことを意味する。と同時に、星、三々の利益とするところは、他の小目、目外し等に比べて、墨を余計に打っているだけに、他から働きかけてきた時に有利に応収し得る。数字で例示してみると、墨を二手で締まることが、四だけの価値と仮定すると、 星や三々は一手で二だけ打っている。これに対し締まりの方は二手重なると四であるが一手では一の価値しか持っていない倫になる。その代わり星や三々は続いてもう一手打つと四でなく三に低減する恐れがあるところに点を持つ。墨の重要性を考慮に入れて墨を囲むという見地から必然的に現れるのが締まりである。しかし、 この考えに至る道程を主催に考察すると、みの地に対する考え方は正しいが、全局的の連関に深い考えが払われていない、非難を免れない。すなわち、シュの考え方があまりにも部分的である点に満足できない。これらは、以後の根本命題である全ての着手が、最もよく釣り合いを保って連関しているべきであるということに反してくる。 締まりが一つの偏りであることは、墨の一件じまりはこの場合 A の三三一着だけで、間に合い締まりの脆弱たることが暴露している。もちろんこの図において、締まり以外の外側の石を打つときに、この締まりの欠陥を考慮すればよいのだが、外側の石は、墨より外部に対してより深い交渉を持つ場合が多いから、この制限、墨の締まりを有効なら締める。 に束縛されることはそれだけ、着手の良しを妨げられるる。こことになるこの考えから、締まりが必ずしも絶対に優位になるとは信じられない場合が生じてくる。墨の戦線について考えられるのは辺への発展である。辺ではどの位置が良いか。A は最も堅固であるが、いかにも狭く地を形成しても非常に小さい。 B は中央を得ていて内側への敵の手段を牽制していると同時に、外側への相当の発展力を持っている。C に至っては返地を取る意味から遠ざかっているので、従来はあまり喜ばれなかった。これらの結果から機能して、辺における地域の目的をすれば、B すなわち、第三戦が選ばれるのは当然であった。しかし、第三戦にも不利を伴っており、 次において A と B を比較してみるに A は18目、B は28目、しかも石数は等しいのである。ここには重大な意味が潜んでおり、すなわち二手三手くらいの少ない手数でを手に有する場合には、第三線の有利を認めうるが、石数を増やすと必ずしも、第三線が有利ではないことが解かる。すなわち後は、現在の地より、終局の地を重視する点から考えて、第三線が、 必ずしも最適線ではないことを知る。A、B の手数をそれぞれ半減した。C、D 両図についてもこの理は通じる。以上で、第三線有利の根本条件は、石数の少ない、すなわちその部分で固定している地域を根底としていることが分明した。仮に、これを固定的地域と名付ける。すべて固定的のものには融通性がない。しかるに、以後の根本命題が、 全局的相関にあるのでこの三線着手が以後の本義にもとるわけである。序上の理由から四線または五線が辺の着手として選ばれると同時に、新不積法においてはこの固定性が極度に排撃されるのである。現在は地ではないが後に至って地になる可能性のあるものを可能的地域と名付ける。可能的地域は固定的地域に必死不安を持つ反面融通性を 多分に持つ。少しく誇張して言えば、融通性は不安と不確かに、性比例するという意味さえないではない。この融通性に富むことはすなわち偏りの少ないことで、ある。この図において、A の地は黒約45目、B の地は黒約33目しかも石数は、アブとも同数である。はじめ A の隅の方の五目だけあったものと仮定する。 次にもう五目並べるとしてその線に沿って下方に並べた B よりも右方外側に置く A の方が勝ることがわかる。要約すると固定的地域は発展性に乏しく、後続手段に対して有効に関連しにくいということである。以後において最も望ましいことは、すべての着手が相関的に効果を持つことなので、これを以後の根本命題とする。固定的地域は、 部分的に固定している、すなわちその極部極部で完成しているわけだから、それからの発展性は少ないわけになる。すなわち以後が根然たる優和を持つ一つの有機的、統一体であることを妨げることになるから悪いのは、当然である。星はそれ自身で隅を打ち切っていると同時に固定された、地域としては隅を少しも打っていないことになる。すなわち、敵の意思が、 三々に来れば地でなくなるから、星は隅を打ち、隅を打っていないとも言えるわけで、このことは隅に対して星が偏っていない証拠である。これは平均の理論から非常に重要なことであって、実は星には平均の極地と言える。新不石誕生の一曲と言われる、時事新聞社企画の十番号第六曲。黒は当時では珍しいタスキ星を打っている。 北にもはっきりと隅より、中央の勢力を重視した打ち方に変わっている。図の局面までで打ちかけになっていたところで、北に、クレの地獄谷での意見交換があり、再開後にクレは黒三十一へと模様を消した。地獄谷での新布石構想がなければ、三十一でなく、A に打ち込むつもりであったという。黒十一に対して、白十二に受けたところで、 黒三十三と中央を意識した高い係を放った。この後大阪井に新布石が具体化する。秋の王庭愛。古来からの盤面遊戯に形が似ていたため、十六武蔵の一局と呼ばれた。白の位の高い新布石に対抗して、黒の小杉四段は意識的に位の低い布石を敷いている。黒は隅と辺で実利を稼ぎ、あとは天元に打って、 白の中央の勢力をぼかしてしまう作戦である。小杉はこの曲について気を持って木に当たったにすぎませんと述べている。放置新聞社主催の手合で北には黒1と黒3を5の5に打った。これを放置新聞は北に5の5に打つと号外として街頭で配られた。1933年昭和8年。 新布石旋風が囲碁界を吹きまくる頃、読売新聞が日本囲碁選手権戦を企画した。優勝者は本因坊秀才名人に千番で打ってもらえることだった。五制限はトーナメントを勝ち上がり、名人と対局することなった。この対局は、腐敗の名人待機最後制限の対決といううい文句で大いに宣伝され、全人気は大変なものとなった。五は、 気が楽である一方、秀才名人はお総帥とする本因坊一門にとっては、負ければ本因坊家の権威に関わるので、大変に不安多い重大な対局であったに違いない。21手目まで、黒の5が3、星、天元と新布石を連打した。白が二隅とも小目だから、黒としては、地と勢力のバランスを取るために5手目に天元を打ったのであり。 特に気を照らったつもりはなかった。ところが、これが大変な反響を引き起こした。この三手が、本因坊家の布石の教えに背くものであったからである。特に三十三は、某門の中では、禁酒であった。某門の騎士たちの気に触っただけでなく、一般のエゴファンもびっくりしたらしい。5はそれ以前にも打っていたのだが、まだ、新布石法が一出版され直前であり。 まだ世間の目にはあまり触れていなかった。また後手目に天元を打ったのは、呉自身も初だった。とにかく三十三の禁止を第一手目に打ったことは、世間の囲碁ファンの人気を煽ると同時に、名人に対する、いや、日本のツテ王に対する挑戦である。けしからん。という調子の当初も随分と新聞社に行こんだそうで、ある。ちょうどその時期は日本が満州事変を起こし、 日中の関係が圏悪化の一途をたどっていた頃であった。新聞も二人の対決を大げさに書き立て、周囲の関心が強まるにつれて、次第に日中対抗のような雰囲気を帯びてきた。対局は名人の健康のこともあって、毎週一回月曜日に打たれ、昭和八年十月十六日に開始され、翌年の一月の二十九日までかかった。 封じ手制はなく名人の都合で、いつでも白番で打ち掛けにできた。第8日目などは、名人は打ち、黒の碁が2分考えて、すぐに応じると、名人は3時間半も考えた挙句、言行っても打つことなく、打ち掛けとなってしまった。五の内容は接戦で中盤では若干黒が厚いという進行であったが、秀才名人の160手目の妙手で子を取り、 逆転二目勝利で権威を死守した。田中不二雄のウルトラ新布石。呉に匹敵すると言われた才能の主だったが、25歳で溶接した。後に本因坊を連覇していた時代の高川は、もし田中が生きていたら、僕なんかまだ頭を抑えられていますよと評している。旧来の子は、隅から辺へ、辺から中央へという石運びの順が決められ、 絶対不変の心理だった。語は物心ついた頃から中国古典を叩き込まれた人であり、地獄谷にも大学と中洋を持参して読みふけっていた。新布石構想の屋台骨に中洋の考え方があり、中国で生まれ育った天才騎士には本因坊家がどうのといったしがらみもなかった。そこに自由奔放な語を思考してきたにが加わった。当時は 三三は本因坊家の禁止と言われ、序盤でそこに打つのはタブーとされており、またこのような形式は他にも随所に散りばめられていた。北には三連星、呉は三三、聖、天元を打ち、人気を二分する両騎士が打ち始めた新布石で囲碁界は騒然となった。囲碁は地の広さを競うゲームであるため、少ない石数で地を囲うことができる隅から、 打ち始め次に変へ、地を作りにくい中央は後回しにされていた。このような石運びは絶対の真理とされてきた。確かに地の作りやすさという点では済み、変、中央の順である。しかし、御全体が地を作るということに偏りすぎて、決まりきった方から抜け出せないのではないか。立ち止まって考えれば、最後に地が多ければいいのであって、最初から地を取る必要はない。 石の働きには周りに対する力、勢力があり、これを明確に意識しこれに沿った打ち方があっていい、はずである。地と勢力の中央を行くべきであり、勢力によって相手の石を圧倒し、最終的に相手より多くの地を作ることを目的とした。後から思えば、当たり前のことだが、常識という固い殻を打ち破るのは、並大抵のことではなかった。 昭和の囲碁界に新布石の嵐が吹き荒れ、基本理念、霧が変わると、プロ騎士から五回所の力ンまで囲碁が大きく変わっていった。それまでの五方の首引きを抜け出し、石運びのスピードアップ、戦術、展開の高速化が始まった。速度、イコール時間という新たな軸が明確に意識されるようになった。平面的思考だったところに時間という新しい軸が加わり、 囲碁が三次元的に展開されるようになった。その一例として四線の価値が見直されたことである。極端に言えば、今、ここしか見なかった囲碁の思想を、将来、全体へと脱皮させたのが新布石だった。部分の輪に止まっていた思考を飛躍させ、万丈の風景を変えたのだった。新布石は、その後、幾多の批判、修正を経ながら、旧来の考え方も融合して、 今日の近代布石として確立されていった。川端康成は、北に実る先週、日本記院館の月報に寄せた一文、新布石青春の中で次のようなことを書いている。北に実る、合成元の新布石の時代は、二人の若い天才の青春時代であったに、とどまらないで、実にまた現代の後の青春時代であった。新布石は、青春の想像と冒険との情熱を燃やし、 機械そのものを、洗礼絢爛な青春とするかの新風だ。北に、呉の後にももちろん優れた行進は現れたけれども、新布石時代の北に、呉ほど、明らかに時代を盛り上げ、時代を新たに隠した新人はまだ出ていないと思える。北に、呉の新布石は、今日の後の開花の象徴であった。2003年、新布石誕生70周年を祝して、新州地獄谷に、 新布石発祥の地の石碑が建てられ、合成元、大竹秀夫、北にの弟子、北にの維持たちが参列して10月12日に除幕式が行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。